はい、どうも、女性保管計画です。今日はね、12月の25、まさしくクリスマスの日なんですけどね。なんか晴れてるんですよ、今日ね。晴れてるんですけど、ちょっとなんかね、すごいなんか、天気いいね、日差しが良くてね、クリスマスの、まあ、晴れたクリスマス？サニーデイクリスマスみたいな感じでね、気分いいんですけどね。でも外ね、天気予報見てる、現状の気温見てるとマイナス3度ということ、マイナス3度ですよ、これ。マイナス3度で晴れてるんだけども、まあちょっとね、まだ風が怖いんで、でものすごいね、マイナス3度で一応室温とかね、このハイツングで、24度とかに上げてるんで、むっちゃ乾燥してるんですよ。むっちゃ乾燥してて、相対湿度が湿度計とかで見ると29とかでね、結構やばい。まあ確かに風邪ひくな、みたいな状況なんで。まあ、ちょっとね、なんか昔のね、小学校の時のほら、なんだっけ、灯油ヒーターみたいなの、ストーブの上にね、先生とかがいつも夜間置いてね、湿度対策とかしてたじゃないですか。あれ懐かしいな、とか思って。で、それに近いの、でもね、まあ、灯油ヒーターみたいな、ストーブみたいなものないから、まあ、なんか、濡れたタオルをね、このハイツングの上に置いたりとか、あと今ちょっとお湯沸かしてますね。お湯をね、すごい低温でトロトロ沸かしてね。まあ、それでちょっとね、風対策しないといけないかなと思っていて、やっぱ、本当なんか、ちょっと喋ってるだけでもね、喉がカラカラになってくるんですよ。だからちょっと水用意してね、まあ、ちょっとなんか飲みながらやるかもしれないですけど、まあ、ちょっと、すいません。ご容赦ください。もう本当に湿度29%とかで、本当やばい状況。マイナス3度ですからね、これね。日本とかじゃあんまり、まあ、北海道とかやったら、慣れてるのかもしらんけど、なかなかないですよね。はい。でね、今日何を言おうかと思ってる。なんか、一応ね、これ、本当ね、自分の夢をかけて、まあ今53歳なんですけどね、60歳とかになってもね、なんかやっぱこう女装して喋るっていうのが、やっぱなんかやり始めてみると、本当なんか、なんちゅうの、なんか一人おっさんがね、女装して喋ってるだけの、なんかオナニービデオみたいな、オナニーっていう、まあ自己行為的な、自己満足的な、まさしくなんか俺のジャイアンコンサートみたいな、別に誰が聞きたいのか分からへんけれども、とりあえず、自己満足のためにやってるみたいなね、自己意的なチャンネルなんですけれども、でもまあね、ここなんか、ね、楽しいっすね。本当に。なんていうのかな、普通やったら、なかなかね、おっさんの格好してたらね、喋れないことがね、スムーズになんか喋れるというか、そこはなんかすごい楽しいなと思って、これなんかね、やみつきになるとか言ったらなんかすごい古い言い方かもしれんけど、毎日ね、やっぱやっててね、楽しいなって、毎日お化粧するね。どうやったら今日どうしてみようかなとかって、今日ちょっと目の下くまのところにオレンジとか、もしハトとか入れたらどうなるかなとかって毎回実験してるんですけどね。でもやっぱあれはね、動画見直してると、このなんだ、どっちや、こっちか。左目の方のつけまつげのね、がすぐなんかよれてきて、なんかこんな感じになってるね。なんか、こっち側こうやけど、こんなになってて、うわ、これ難しいなとか思ってね、ほんとなんか注意してね、鏡、あ、今もちょっとこうなってきてるから、ここにのりいっぱいつけなあかんのやろね、この端っこにね。ここがね、こう浮いてきてね、こう斜めになってしまって、うわ、これみんな、まあ、化粧とメイクに厳しい人やったらもうみんな気づいてて、わ、このおっさんダサーとかって思われてんのかなとか思ってね、ちょっと悲しくなるんですけどね。まあよくチェックしながらね、喋っとかなあかんと。まあなんか30分くらい喋り続けるともう、ね、その間に壊れてるからね、なんかね。こう表情とかがあんま変えなきゃええんやろうけどね。なかなかそれ難しいんでね。まあそういう、化粧のテクっていうのを勉強せなあかんのやろなとか思ってるんですけどね。まあ化粧歴もそんなに長いわけじゃないんで。ほんとなぁ。だからドイツとかでもね、その、
クロスジェン、ね、クロスドレッサーとかに対して割と寛容度は広いみたいだから、ね、なそういうなんかメイクアップさんとかに、ちょっと本当にし、そ、まあ来年、いや、そうやな、それ目標にしよう。一つ。来年は一回、本当プロのメイクアップさんにやってもらおう。それで写真撮ってみて、テクニック盗もう。うん。少なくともそれね、来年の一つの目標にしました。今、やった。生きる喜びが出てきた。けどな、そんな、あれやけどね、そういうのいっぱい探していかないとね、なかなか日常って面白くならへんからね。うん、そうしようかなと思ってますね。うん。で、今日はね、まあこれからちょっとね、いっぱい撮ろうと思ってるんだけど、まあ湿度3度だ、ね、湿、あ、違う違う。最高気温マイナス3度みたいなね、気温なんでね、さすがに外ちょっと行こうかなと思ったけど、今日はやっぱ集中して家でね、じっくりなんかいろんなこと考えたり、喋ってみたりしたいなと思っていますね。はい。でね、まあこう、今日はスーツ。ね。なんかプリマーク塗って好きやな。で、なんか最近やっぱスーツみたいなのが好きで、そこにちょっとこの、あんまり、ここ見せたらいいんやけどね。なんか、フリフリな、ちょっとビクトリア風のブラウスの上にね、スーツ着て、で、まあスーツのミニスカート履いてる、ね。この下もね、出てて、ね、ちょっとお腹最近むっちゃ出てるからあんまり見せられへんんだけど。で、やっぱあとあれやね、パンストだけじゃ寒いね。マイナス3度とかやったら。もう下から来るみたいな、あのミニスカートに一応パンスト履いてるんだけど、今ちょっと見せられへんのはね、あのパンストの上にね、さすがにヒートテック履かんと、男用やけどね、ヒートテック履かへんと厳しいなとか、寒すぎる、うん、マイナス3度って言って、やっぱ室内でいくら温度あっても寒く感じるね、やっぱ湿度が低い、相対湿度が低いせいなんやろうね、むっちゃなんか冷えが、上は暑いんやけど、下から来るっていうのがなんか気持ち悪い感じやからね、うん。でも今日はね、せっかくクリスマスやからね、まあヒートテック履いてるのは見せられへんけどね。まあこの行ったらあかん、なんかな、あの海外のインスタのファンとかいなくなっちゃうかもしらんけど、あの、ファンって言っても、そんなあれじゃん、まあ仲間がね、あの同士の皆様がいなくなっちゃうかもしれないですけど、よくね、もうめんどくさいと言って、あの女性用のパンティーじゃなくて、男性用のトランクスの上にストッキングとか履いて、済ませることがよくあるんですよ。どうせ別にそれ見せるわけじゃないし、まあ、そういうのを見せるのが専門の、あの女装インスタグラマーさんとかもいらっしゃるんですけど、まあ、私は一応そういう路線ではないんで、パンツまでは見せないんで、たまにブラチラとかするんですけどね、まあ、ブラチラはたまにっていうか、まあ、結構意識的に戦略的にやってるんですけど、すいません。それでね、あの今日はね、パンティ入ってるんですよ、ちゃんと。ベージュのね、フンケムーラー。まあ見せへんけど、ね、見せないけども、ちょっとベージュのね、パンティちゃんと履いて、ストッキング履いて、ベージュのストッキングも履いて、ちょっとね、ちゃんとクリスマスやから、ちょっと気合い入れて、女性っぽくしようと思って、全部トータルコーディネートしてるんですけどね。なんだけども、結局、寒くて、マイナス3度なんでね、男性用のね、ヒートテックをね、黒いやつをね、はい、はい、履かなきゃ、あ、ちょっと見えるかな？あ、ちょっと見え、こんな感じで履いてるんですよ。はい。まあ、それでもね、クリスマスで、まあ、あのね、晴れて、いつまでこれ日光続くんかなって感じだけどね。うん。よかったです。はい。どうもありがとうございます。